反、エーペックデモを行うヘルメットに、マスク姿の核丸派活動家日本革命的、共産主義者同盟革命的、マルクス主義派は、川共同系の日本の震災翼党派の一つ。1962年の川共同第三次分裂により、結成された。反帝国主義、反スターリン主義を掲げる。理論的指導者は、黒田寛一。公然拠点は、解放者。 機関紙は、月間、解放と各月間、新世紀である。1962年の結成当初は、日本革命的共産主義者同盟全国委員会から分裂したため、日本革命的共産主義者同盟全国委員会、革命的、マルクス主義派と名乗っていたが、後に全国委員会を外し現在の名称となる。ただし、機関や役職名では、 日本革命的共産主義者、同盟全国委員会議長、日本革命的共産主義者同盟政治組織局など、全国委員会が含まれている名称や、角丸派が含まれていない名称も使用されている。俗称として、1960年代は、黒田寛一の筆名から Y 派、ヘルメットの文字から Z などとも呼ばれた。多少では、対立する日本共産党からは、偽。 左翼暴力集団、中核派からは、反革命ファシスト集団、核丸、社政道解放派からは、反革命核丸などと呼ばれている。1957年の川共同結成、1958年の川共同第一次分裂、1959年の川共同第二次分裂、1963年の川共同第三次分裂を経て、 日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派が結成された。同時に学生組織のマルクス主義学生同盟も分裂し、丸学堂マ丸派となった。なおクマ丸派が離脱した後の川、共同全国委員会派は中核派となった。象徴であるヘルメットは白地に赤い縁入り、前面に黒地で Z。思想的には黒田寛一の 反帝国主義、反スターリン主義を掲げ、帝国主義とスターリン主義を同時に打倒し、プロレタリア世界革命の一環としての日本革命を実現すべきと主張する。2017年の警察庁推定では構成員は約5500人。機関し週間、解放、各月間、新世紀がある。東京、早稲田にビルを構える、解放者本社及び、 全国6道府県に設置されている同社の支社等が公然拠点だが、この他に非合法な活動を行う非公然アジトが各地に存在する。かつては参加の出版社として拳書房を経営していたが、近年新たに赤根と書販売を参加の出版社として設立した。指導者は2006年の黒田寛一司教後は最高指導組織の政治組織局員のうち上田拓馬。 風、森港の2名のみが公表されている。政治組織局員と推測される人物として、西条武雄、朝倉文雄、前原茂雄、稲葉淳、高浜里氏、柳葉正宏など。なおかつての副議長であった倉川厚史については、本人は一貫して、組織を離脱していることを強調していたが、この点については偽装転向と疑う見解もある。 ただし、JR 総連内部の角丸派組織と党組織としての角丸派との間の関係は必ずしも一体ではない。分裂後も対立する中核派が大衆運動、武力闘争を重視して、羽田闘争や三里塚闘争などで他の審査翼党派とも共闘したのに対し、角丸派は理論重視、組織重視であり、思想、理論の学習と組織の構築を目指し、 それらの維持、拡大に向けた活動を重視した。ただし角丸派も、党派間の武装襲撃や、打ち下や、反権力闘争での妨害活動などは実施している。角丸派は、1960年代の街頭闘争や、全共闘運動などから距離を置き、成田空港建設反対闘争からも排除され、他の震災を系計過激派集団の多くと、敵対関係にあった。 それは角丸派が東大紛争で警視庁機動隊が安田行動に突入する前日、兵力温存を理由に戦線を離脱したため、その後残って機動隊と対決していた他の震災抑止派から第二民政、日和見主義などの批判を受けることになったためである。そして1970年代以降は中核派等との内ゲ場事件を繰り返し、双方に 多数の死傷者を出してきたが、近年は人生化している。2001年には、アメリカ9.11同時多発テロについて、歴史的行為などと商用していたが、近年は、少なくとも、表面上は、暴力性、党派性を隠し、あくまでも組織拡大に重点を置き、機関産業の労働組合や、学生運動への浸透を図る戦術をとっている。最近は、 街頭での集会、デモなどの際にも、角丸派というセクト名は隠して活動していることも多い。また角丸派は、対立する中核派などからの襲撃事件や、1990年代には、神戸連続児童殺傷事件などでも、権力暴略論を主張した。警察側はこれらの陰謀論について、反権力意識の公用や、 組織の引き締めなどが目的であるとの見方を示している。ただし黒田寛一の死後、上述した暴力論の展開は、内下馬関係を除くとほとんど見られなくなった。解放者本社付近には、交番、消防署出張所が設置され、警察、消防ともに監視しており、角丸派も解放者本社前に監視カメラを設置するなど、対抗している。 2006年の黒田寛一死去後は、勝手、理論の角丸と言われた影もすっかり失い、彼らの専属出版社である赤根図書販売からは、黒田寛一の意向以外ほとんど新たな、理論的開拓はされていない。これは口述する原角丸派中央官僚による、角丸派内理論家たちへの思想的統制や弾圧が、大きく関係しているものと思われる。そうした論客の減少は、 彼らの機関紙であるところの解放にも反映され、2019年10月からは、週刊8ページだて立てたったものが6ページ立てに変更された点にも如実に示されている。2019年春に、玄格丸派中央指導部は、黒田寛一の思想を協議とする新刊になり果てたと、玄格丸派中央による思想統制や個別的な組織内処分を批判する形で、 河共同角丸派が角丸派内で多くの労働運動、経済学の著作を執筆してきた松代秀樹を中心として公然たる組織内分派闘争に突入した。角丸派は血統以前の黒田派や黒田の死亡後を含め黒田寛一の反帝国主義、反スターリン主義を一貫して基本思想としている。1968年の書籍、審判。 日本の戦闘的左翼によると、判定、反スターリン主義世界革命の主張は以下に、ようやくできる。現代世界の階級関係は、単に資本主義的な階級関係だけではなく、国際共産主義運動の腐敗も、否定的な要因である。ソ連社会は、スターリン主義の本質である一国社会主義論による、過渡的な官僚主義的阻害形態である。 この階級関係が現存する限り、革命の疎外者、抑圧者として現れるスターリニスト党組織との闘争は、プロレタリア革命関水に不可欠である。資本主義国における革命の打倒対象は、資本性国家権力だが、同時に、スターリニスト党組織の粉砕なくしては実現できない。判定、反スターリン主義は、現代の最も普遍的な革命戦略であり、 世界革命の一環としての日本革命も、判定、ハンスターリン主義の革命戦略でなければならない。なお敵対する中核派も革命戦略として同じ判定、ハンスターリン主義を掲げるが、両派ではその理解の仕方と適用のあり方が異なる。核丸派は中核派に対して判定、ハンスターリン主義は論理的に同時的な戦略であるのに、 これを地理的、時間的に切り離すという原則的な誤りに陥っており、また先日も大衆運動主義への堕落であり、該当行動主義の自己目的化という勝負る急進主義への転落と批判する。これに対して中核派は核丸派に対し、判定、反スターリン主義の考慮を閉鎖社会的に共問化する反動的ドグマ化に陥っており、 階級運動との生きた交流を自己切断する、誤りを体質化させている、と反論する。2017年1月1日、カクマ丸派の機関紙《解放は、ソ連は、スターリン主義により変質され、必然的に崩壊し、資本主義は最末期だが、スターリン主義等の総転校などで延命しており、日本帝国主義やアメリカ帝国主義に対して、反戦反安保闘争。 会見攻撃粉砕、労働法制化薬、社会保障大削減の粉砕などを主張し、判定、反スターリン主義の真ンの旗のもとに結集せよと、プロレタリア世界革命を掲げた。角丸派のナンバーにだったとされる松崎明は、高校卒業後、日本共産党に入党し、その後も共産党の不破鉄像と、上田光一郎を優れた理論家だと認めていた。 しかし中核派と核丸派は日本共産党、中国共産党、ソ連共産党、朝鮮労働党などを一貫してスターリニストと規定し厳しく批判を続けている。それに対し日本共産党は核丸派を含む新左翼一般を偽左翼暴力集団と規定している。日本共産党と核丸派とは対立、敵対している一方で、 そのセクト主義的体質は似通っているとも指摘されている。角丸派は、いわゆる内毛派は国家権力、警察が角丸派に敵対する党派を使って仕掛けている陰謀だとしている。それゆえ敵対する中核派などを権力の倉庫と呼んでいる。この権力暴略論には水元事件や神戸連続児童殺傷事件を CIA の陰謀だとする主張も含まれる。国鉄分割民営化の際には、それまで角丸派だと見られていた松崎が自民党の機関紙自由新報にインタビューされた。そして、私自身、かつて角丸に属していたことを否定するつもりはない。しかし、今はそうではないということも、はっきりさせておきたいとした上で民営化賛成を、共鳴。 この結果、分割民営化に反対していた国老と対立した。一方で、自民党内からも過激派であるということがほぼ公然の事実であった。同老に関しては、警察出身の議員を中心に懸念する声も聞かれた。93年には、社会党の衆議院議員だった、上田明が角丸派の催しに参加するなどし、中核派から非難されたこともある。なお、 旧社会党系の社政度は、角丸派などを厳しく批判している。旧民主党政権下、自民党議員らは相次いで、民主党と角丸派の問題を追求。民主党がゲイヤした後も、安倍晋三首相は2014年10月30日の衆院予算委員会で、角丸派活動家が相当浸透しているとされる、JR 総連や JR 党楼祖から枝野幸夫が、 現金を受けていたことを批判した。また週刊文春は、岡田克也と角丸派新党組織にて講演を行ったことを問題視した。角丸派の日常的な最高指導部は政治組織局である。他の左翼党派がボリシェビッキに習って政治局とすることが多い中、あえて政治組織局の名称を採用した理由については、我が同盟は、 まさに一切の政治を根絶することを目指した政治組織、つまり革命的前衛組織として普段に創造されているのだからである。従って我が同盟指導部の名称は単に政治局だけでなく同時に組織局としての役割と機能も遂行するものとして政治組織局とされているのであると述べている。角丸派の学生組織としては日本マルクス主義学生同盟、 革命的、マルクス主義派があり、その参加には、同派系の全日本学生自近い総連合が組織、されている。全学連活動家は、全学連フラクションに組織され、ZF で5年以上活動すると、丸学同格丸派への加盟が認められることになる。街頭活動時などに被るヘルメットの、Z の文字は、全学連の頭文字に由来。これらの組織は、 定期的に全国の学生活動家を集めて大会を開催したり、反戦、反安保等を掲げて集会やデモなどの活動を行っているほか、新たな活動家や活動資金の獲得などを目的に、全国各地の大学の学生自治会や学園祭を運営する組織を事実上支配するなどして、大学における自治会活動や学園祭運営に介入している。 大学では支持者獲得のため、学費の引き下げや反戦などの主張をするが、これらの多くはポーズであり、内容に具体性がないことがほとんどである。他の震災翼等派のほとんどが大学での拠点を失っている現状において、角丸派は最も大学での拠点、影響力を有している。デモ活動を行う全学連の様子2009年11月13日。 東京早稲田大学各丸派の学生組織は長年にわたり早稲田大学を中心的な拠点校としてきたが大学側は同派の影響力を排除するため1995年7月に小学部自治会の公認を取り消し2005年3月には社会科学部自治会の公認を取り消したまた閣丸派が主導する早稲田祭実行委員会が長年にわたって 早稲田祭りの収入や助成金を、同派系の偽装サークルに1000万円単位で横流しするなどの犯罪行為を行っていたことが判明したことから、大学側は1997年から2001年まで、早稲田祭りの開催中止を決定し、同派系の偽装サークルの公認も取り消した。これにより角丸派は、資金源を失った。この大学の厳しい処分に対して、 格丸派は1997年、早稲田大学学生部長宅盗聴事件を起こすという反撃に出て、大学側と格丸派との対立が激しくなったが、大学側は格丸派の関係者を大学から徹底的に排除するなどして、大学側の勝利に終わった。それ以降、格丸派の残党はサークル活動などを通して、巧妙に学内で一定の活動を展開しようとしているが、 かつてのような影響力はほとんどなくなった。国学院大学国学院大学では、角丸派の自治会及びサークルによって、ビラ巻きや看板設置のほか、ポスターや角丸派機関士、解放の掲示などの活動が、キャンパス内外で公然と行われている。また、2001年には、自治会メンバーによる自衛官への集団リンチ事件、2001年には、 本学の多摩プラザキャンパスで内毛による集団臨時殺人事件が発生している。主要な文系サークルの多くが自治会審判であり、文連総会でも新年度予算の否定や新執行人事に対する批判はなきに等しい。また、学内で半ば非公認に配布されている国学院大学新聞も事実上、角丸派の機関紙に近い状態になっており、 同派の政治的主張を発信するための宣伝媒体になっている。このように国学院大学が関東における角丸派の主要拠点になってしまった経緯には左翼グループの脅威拡大が影響していると言われている。また、共産党勢力による学校乗っ取り防止のために必要悪として角丸派を取り入れたという経緯もある。また、百九十五年から二千五年に至るまで、 早稲田大学における角丸勢力の相当により居場所をなくした活動家の多数が国学院に移ってきた。現状としては大学側による実地会への交渉はほとんど行われておらず、実地会に所属する部会の多くは反発すらできないという状況が長年にわたって続いている。なお近年では保守系の主張をする団体とその参加のサークルが現れており、 校内で激しく対立を繰り広げている。琉球大学琉球大学では、基地撤退を求めるビラや、集団自決教科書検定問題などに関する、新聞のコピーを、各学部の掲示板に貼るなどの行為が行われている。琉球大学学生会の執行部を掌握しているが、学生会長選挙に角丸派支配を批判する一般学生が立候補した際は、 選挙を延期するなどの不正によって、その掌握を維持している。愛知大学愛知大学とハ志校舎の学生実地会では、長年にわたり、執行部である常任委員会のポストを書くマルフ派が、排他的に独占し、学生自治会の実権を掌握している。日本民主青年同盟や体育会計局と、激しく対立している。また、東海地方には、 中核派の勢力が少ないため、内ゲバ事件などが全くと言っていいほどない。他の敵対する極差を排除した圧倒的なヘゲモニーを確立した環境を温床にして角丸派は思うがままに毎年多くの新入生をオルムし、審派として利用し、その中から角丸派の構成員へと獲得している。角丸派の一般学生に対する影響力は絶大である。 サークル活動が特別に盛んな同大学学生は、大学当局に対して団体交渉を行う際に、角丸派の指導の下数百人規模のデモを学内で行うことで有名。愛知大学学生自治会執行部は、東海地方における角丸派の学生組織の最大の拠点と見られている。学園周辺には、複数のアジトが存在しているとされ。 また、角丸派の上部組織から多くのオルガナイザーが学生組織の強化と指導のために学内に入り込んでいる様子である。名古屋大学名古屋大学では、理学部自治会が角丸派の活動拠点になっており、偽装サークルとして社会科学研究会や哲学研究会などを組織しているとみられる。しかし、角丸派の名前を出して活動することは少なく、表向きには、 学費値上げ反対でも、大学への署名提出、講演会の開催などといった活動が主で、民生同盟と対立する様子も見られない。文化サークル連盟は、理学部自治会と共同補障をとっており、現在も代表が共に同一人物である。その他、ありがとうございます。